とかあるやん、たまにこう何気ないね、別に何気なくおしゃべりすることだってお笑い芸人にはあって。いやでも梶川さっき言ってた、はい、1時間前に入るのと1時間遅れて入るのってえらい違いなんて、本当に言う通りやなって思って本当に全然やっぱ俺でも俺一時間前に入ってる自分と、はい、1時間遅れてすいませんって入ってる自分を締める人に、やっぱ1時間遅れて入ったらいろんな人に迷惑かけちゃうからいじめやろしゃあない、だって俺が今日1時間早く入ってしまったんですよ、時間を間違えて、はいはいはい、ね、はい、でその話になったから、はい、いやでも1時間前に入ってよかったわ、これ逆に1時間後やったらこれえらい違いやねっていう話で、本当でもそれ本当に言ういじめやねん本当面白いこと言うなと思って、ああうまいこと言うな、あるだろたまには、それはだって昨日食ったラーメンうまかったわ、でも一緒や、いやでも周りからしたら知らんし、おもろない話やけども、あるやん、そういうの。いやでもその1時間前に入ったら大変じゃないって、1時間前に入ったら大変だったっていう話聞いたときに、あ、これうまいこと言ったな、いじめん毎日死んだだけ、1時間前に入ってよかったわぐらいの気づいてたそれぐらい